はい、皆さんこんばんは。今日はレトロゲーム昭和の名機スペースレーザーウォー 3D、 このゲームの実況をしたいと思います。これ当時としては画期的ですね。昭和なんですけど、覗き窓が2個あって、このレンズちょっと汚れてますが、覗き窓に目をこう当てて見ると 3D 立体に見えるという、中こんな感じですね。じゃあ実況を始めます。いきます。スタートボタン、まず4機ありますよと。これ自分ですね。ファイターって言うんですけど、まあスターウォーズの X ウィングみたいなもんなんですが、ファイターをこう縦横無尽に操作するとね。で、今緑のやつ来ましたね。これオイルタンカーですね。黄色いやつが隕石、赤いのがスペースシップって言って敵なんですが、全部映ってないよこれ。おお、ちょっとわ、やりにくい、やりにくい。ちょっと見にくいかもしれない。今0点ですね、まだね。お、弾を避けてます。お、弾はね、これ撃っても、破壊できない。こういうのはね、オイルタンク、これ撃たないと燃料がなくなる。で、途中で死んじゃうんで、オイルタンクは時々撃ちます、こうやって。なんか、本当は平面なのに立体に見えるっていう、すごいですよね、これね。ある意味。ファイターも、突進してくるんで、当たると負けです。いいですね。今30点。40点。1個撃つたびに10点ずつ加算されていくと。まあこれ最初のステージで、まあ、割かし優しいんですけどね。右ボタンを押すと右旋回、左ボタンを押すと左旋回っていうことで。時々右と左が分かんなくなることがあるのがこれの欠点ですね。70点。まあ、オイルタンカー、燃料ですね。を結構売ってば、あ、ステージ行きますよ。次のステージ。次のステージに行くと、今度、左上に、なんか手裏剣みたいなのが出るんですよね。これまた別の星っていうことなんでしょうかね。さあ、ステージ2。手裏剣の星ということ。あ、間に合った、危ね。オイルタンカーも、爆破しないとね、燃料切れで死んじゃうんで。えい。お、次から次に。見えますかね？見えますね、一応ね。でももうすごい、これ、やりにくいですね。実際目に当ててるんじゃなくて、これ、携帯の、画面を通してやってるので、すごいやりにくいです。オイルタンカー破壊中、オイルタンカー破壊中。もうこれだけ破壊すれば燃料足りるだろう。ということで、今、向こうの敵を撃ち落とす。こっちに当たってますね。何点今 ?60 点か。あ、いつもなんかぶつかっちゃいましたね。あ、こうしたらいいの？こうしたら撃つ。あ、これ見やすいですね。角度ちょっとでも動かすとね、ブレるんで。えい。あ、危ない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 。危ねえ。おお。3機連続爆破。さあ、次のステージいきますよ。次は3面目です。ちょっとこれ、こうか。あと3機ありますね。3機あるってことなんですけど。さあ、次は土星のマークが右上に出てます。これ土星の星みたいな感じですね。オイルタンカーを壊して、敵を撃つと。撃つ。赤いのが敵ですよ。お！やばい！燃料が切れ気味。やばい。これね、今みたいに、あ！燃料が切れたら壊れ、死んじゃうんで、オイルタンカーを撃たないといけないっていう。あ、今見やすくなったね、だいぶね。ちょっとでも角度変えるとこれ、映りにくくなるのね。これ撮影しにくいですね、これね。LSI ゲームですか。さあ、連続で撃ち殺してます。あ、たまにね、オイルタンカー破壊しないとね、燃料切れになって止まって死んじゃうんで。ああ、当たっちゃった。自分で。でも150って言ってますよ。今、土星のマーク出てますね。3面ってことですね、これね。
私4面までしか行ったことないですよね、これね。お、行った。次の面に行きますよ。さあ、次の面は、次の面は、手裏剣と土星が両方出てますけどもね。この面が結構難しい。クリアできないとなかなか。私はね、普通の人はできるんでしょうけど、私はちょっとできない。右と左押し間違えた。なんて、あ、死んじゃいましたね。やっぱこの次行ったことないんですよね。っていう感じですね。わかりましたかね。まあ、これがスペースレーザー王でした。ありがとうございました。ビャン。